音賀町は福岡県音賀郡に位置する町である。なお、福岡県の自治体において市町村の町はすべて町と読むが音賀町だけ唯一例外的に町と呼ばれる。福岡県の北東部北九州市の西側に位置する。町の東端には音賀川が流れており、水と緑に囲まれた自然豊かな土地である。音賀川駅と その少し北側の国道3号沿いにある、夢タウンを音賀の周辺を中心に発展している。北九州市と福岡市のほぼ中間に位置するため、北九州、福岡両都市圏に両属する。ただし、北九州市に距離的に近いため、北九州都市圏の10%通勤圏に属し、同市への通勤通学人口が優勢である。そのため、 北九州市のベッドタウンとして発達している。なお、福岡都市圏では5%通勤圏に属す。2001年以降、町内各地で住居表示が実施されるようになった。かつては高音が家と呼ばれる内湾であったが、徐々に埋め立てが進み、特に江戸時代には黒田藩が神殿開発を進めたことから農業地帯として発達した。 歴代市長2005年国勢調査速報より、音楽高等学校町の農業としては稲作が盛んである。音楽町には数多くの神社、仏閣が存在している。音楽川駅前は、音楽川駅から芦屋線と室木線が分岐していたが共に廃止された。町内にある唯一の鉄道駅である音楽川駅から町内及び、隣接の芦屋町、倉手町の各方面に、 路線バスが設定されている。一般国道主要地方道一般県道、同じ音楽郡に属する岡垣町、芦屋町、水巻町との間で合併協議会を設置、音賀市となる計画があったが、岡垣町での住民投票の結果、否決されたため協議会は解散した。ありがとうございます。